弓矢、プラス、英雄のゲームといえば、もちろんアーチャー伝説、英語版では、アーチェロー？アーチャーとヒーローがくっついた名前だぜ。それに対抗してなのか、あのボードーさんの新作スマホゲームで、こんなのが登場していました。アーチャーヒーロー 3D。 このアーチャーに iPhone かぶせてきてんじゃねえか。ついに、ボードーさんも、アチャデンをリスペクトし始めましたね。無理やり関係性くっつけようとすんなよ。タイトルにあったように、このゲームは 3D です。プレイヤーは一人称視点で、敵の顔面のところに、指のマークがあるぜ。とりあえず攻撃してみましょう。ものすごく見覚えのあるゲームじゃねえか。敵は顔面に攻撃食らうと一撃でやられ、その他の部位ではやられず、こっちに迫ってくる。ぐにゃぐにゃしながら、再起してきますね。だから、近距離で攻撃しても、すぐ立ち上がってくるぜ。このパターン、知ってますよ。というか、すでに動画で何度も登場していますね。全員倒すと、クリアになります。このゲーム全部塔とそっくりすぎんじゃねえかー。ぶっと見た目が違うだけだったな。おろ、左のブロックが破裂しました。今回はレベル4です。弓矢はまっすぐ飛んでいくから、顔面に当てやすいぜ。ちなみにこのゲームはまだリリースしたばっかなので、ゲームクリアしてもコインを獲得できたりせず、必殺技を使うこともできません。そして敵さんは、顔面以外セーフに見せかけて、4回攻撃が体に当たっても滅びます。海に投げ出されても終わりだぜ。また、弓矢の威力で壁に激突しても滅びます。要するに、このゲーム、難しいところが1ミリも発生しないというわけです。ただただ敵をシコシコ倒していくだけの単純ゲームだぜ。今度はレベル10にやっていきましょう。左奥のブロック破裂してなかったか？しっかり破裂してましたね。そしてここの敵は2人、さらにこの右側にもう2人います。ほらね、これさっきのステージの色違うだけじゃねえか。そう、これもボードー名物、同じステージを色変えて使い回すゲームです。もう何度目の光景だよ。今度は重なったこの2人組、あ、ミスりました。顔面に決めないと倒れてちょっと時間かかるぜ。でもこれで4発目、あとちょっとです。クリアだー。